まずですね少子化の実態についてちょっとおさらいをしたいと思います。はいえー、これはですね1947年から2022年去年までのですね出生率とそれから合計特殊出生率これ後で詳しく説明しますけれども一、うん、人の女性が生涯に産む子供の数の推計値です。うん、これをですねずっと推移を棒グラフで示したものです、うんえー。厚生労働省の人口動態統計というこれ僕たちもよく使う統計があるんですけれどもそれをもとにですね。 東洋経済オンラインが作成したものをちょっとこれすごくポイントが的確に示されているのでちょっと使わせていただいて意味をさせていただきました。でまず直近の2022年なんですが日本の出生数が統計開始以来初めて80万人割っちゃいました。うん、国内で生まれた日本人と海外で生まれた日本人それから日本で生まれた外国人これを合わせた人数が 79万9728人、これ2月の速報値なんですけれども、ついにです、ね、こんな早くと誰もが思わなかったんですが、80万人を割ってしまったという状況ですあのこれをグラフを見るとね、顕著ですが、はい、ここがだから100万人ですよね。霧がいい100万人という数字が、まあ、ある種の、まあ、ここを譲れないラインというところ、ね、そうなんです。日本としてもあったんでしょうが。 で100万人割れというのがニュースになったのがだから2010年代の半ばだったわけですけれどもちょっと前なんですよ、ね、そこからのこの落ち込み幅がやばいですよ、ね、そうなんです、でコロナ禍でっていうふうに言うんですけど、実は落ち込み始めたのはそうじゃないんですよね、うん、2010年代の半ばから後半にかけて、急速に落ち込んでいるので、うん、コロナ禍での特殊なその子どもちょっと産むのは控えておこうかというような、そういう要因ではどうもなさそうなんですね。うん で6月2日にですねこれはですね国内で生まれた外国人を除く日本人の出生率があすいません出生数が77万747人なので、うんえー、79万人どころではなくても75万人も本当にちょっとあるんじゃないかと伺うようなそんな数字になってしまいました。でさっきの本当ににに数字棒グラフにあるように 2000年代の半ばは100万人維持してたんですね。でもっと振り返ればですね、1947から49年、もうずっと昔ですけど、段階の世代あるいは第一次ベビーブーマーと言われている人たちは年間270万人生まれていました。そうですね。はい、僕がだからまさにこの第一次ベビーブームの頂点なんです、ねうん。そうですね。73年生まれ。はい。こちらが210万人ぐらいです。そうですね。ちょうど本当にだからあのー、そう同級生が210万人いて。はい まあもうとにかく人が多いので受験とかがめちゃめちゃ大変だったですよ、ね、競争がすごく激しかったと言われているでも小学校のクラスが十クラスぐらいあったりするような、うん、そういうその実は70年代の初めぐらいをピークにですね長期的にはずっと低落し続けているというで、うん、それがさと歯止めがかからずあの減り方が激しくなっているというのが現状ですでもそうですよねなんとかねここではこの2005年もね一つ、はい、この1.26ショックっていうのがあって で、えー、まあ、これがあったので、とにかく少子化対策しなきゃっていうので、回復していたのですが。しかし、ここに来てということですよね。そうなんですね。うん、まあ、これはだから、あの、ここからね、一気に減ってきているのは。いわゆる、難解世代っていう塊、はい、になっている世代が、まあ、寿命で。お亡くなりになり始めてっていう、えー、そういうことでもあるんです、ね。それもありますね。うん、で、問題はまだありまして、その厚生労働省のこの人口動態推計によるとですね。 今年の1月から3月までの出生数なんですけれども、海外で生まれた日本人、国内で生まれた外国人を含めて、万人だったんです、うん、3か月で18万人台前半っていうことになっちゃいましたなるほど、だから今、一応、4分の1を割った確定値のデータが出てきていて、はいはい、これをだから。 4倍していくと、はい、到底、まあ、つまりもう80万を超えるってことはありえないって、ねえー、あの75万人を割るということで、うん、2022年を下回って70万人台の前半になるっていうですね、こういう推移なんですね。うん、ですからさらに減少するというこれちょっと避けられないような今傾向ですね。まああとはこのねグラフを見るとわかりやすいですけれども、はい、出生数があのあの低くなってるのはもちろん分かってるんだが、えー、それ以前に コイン数がすすごいいやばい激減、ね、そうなんで,すでこれ講、ね、談にぜひお話したいんですけれども、うん、ここポイントなんですね。うん、でなぜじゃあコイン数が減ったかというと後でゆっくり話したいんですけれども間違いなく一つは経済格差の問題があるというだからもう家庭を持って結婚いやあるいは子供を持つという選択肢がものすごく経済的にもそして社会的にもコストが下がる社会になってしまっているてとですねいうことですね。でで特にですね男性が やっぱりお金が経済的に事情が本当に許さないので結婚できないというふうに結婚を諦めちゃってる人が多いんですね。うん、でその背景にはやっぱり男が稼がなきゃみたいなですね、うん、もう東アジア独特の日本独特のやっぱり非常にこれ固まった考えがあったりしますよね。うん、それもまた結婚に踏み切れない男を増やして婚姻数を減少させてしまっているという状況なので、あのー、ちょっと根が深いんですね。 ことを話ししたたにも出ましたけど韓国もそういう価値観がすごくね,ねよくあったことと韓国も日本以上の、ね、少子化社会になっていてっていうことがあってただ韓国の場合は、うん、IMF 管理っていうことがあって、えー、周りでだいぶ本当に社会の価値観が変わって。うんうんうん まあもうあの単純にもうあの多くの失業者が出ちゃったのでもうそれまで家庭にいた女性がもうそ社会に出るしかなくなったということでそこでだいぶ変わったけれども経済格差っていうのがやっぱりひどい部分もあるので出生率がまあ未来を希望を持てずに出生率が下がり続けているということでまあだからその意味ではまあ韓国のようにこのままいくと韓国が少子化先進。 という意味で世界ね、はい、あの先進国の中でも世界最高レベルになっちゃっているので,で、ね、まあ日本はそれを見ながら反面共にしなければいけないということなんで,す、ね、そうですね。ただそれに近づいてしまっているという数字がですねさっきの合計特殊出生率ですね、うんうん、これ2022年は1.26ってこれそのえー、これ1.26にこの下がっちゃったというまあこれまた出てきますね。うん、これ史上最、うん でレベルとこういういこことに、ね、これ2005年にですね一回1.26まで下がってしまって、うん、本当にあの1.26ショックっていうのがあったんですでこれでいろいろ手立てを講じてですねほんの少しだけ上向いたんですけどもまた2022年はその1.26に戻ってしまったとここ、ねはいここです、ね、この あの線グラフのところですねで韓国は本当に合計特殊出生率が1を割ってしまっているというです、ね、あの今0.8、ね、も割っていましたい。うん、そこにまではまだ行ってないですけどそこに向かってどうも低下しているようなですねそんな印象さえ受けるちょっとまた右肩下がりのこの下がり方っていうこういう感じですね。うん、でこの結果ですね日本が完全に本格的な人口減少時代に 入りましたえー、そうですねこうマイナスになってるわけですよねこちらもですね東洋経済オンラインの、ま、グラフなんですけれどもそうだからこのこういうことですよね、うん、2000年代の半ばぐらいまでは人口が増え続ける社会だったのが、はい、もう今、えー、毎年減ってきているそうなんですねで年間の出生数から死亡数を引いた自然増減数って言うんですけど昨年マイナス、うん 七十八万二千三百億人というすごい数になりました。出場、うん、するようになったわけですね。まあすごいです。よあとこのキャッチコピーがすごい分かりやすい,すい,で,すやすいですね。神奈川県と同規模の人口が一点で消失そうなんです。僕が住んでいる川口市はですね、だいたい五十万人なんですけど、うん、その一点五倍の数がまあ年間なくなっちゃうっていうこういうことが始まっちゃったっていうことになりますよね。まあでもこれを考えてみると、はい、つまりは田中角栄がね、かつていったような、えー。 地方の均衡の発展っていう、はい、まあそういう形での政策っていうのをやっていたのも、えー、あれもやっぱり人口がきちんと増え続けて経済成長するっていう上での前提での多分設計だったと思うんですけど、ね、これだけな急激な人口減少社会において、 国土の均衡の発展あるいは生活インフラを今のレベルで維持するっていうのが不可能になっていくってことですよ、ねはい、そうですねそれと同時にですね社会増減でいうと東京への流入がまたコロナ禍がですね少し収束してから増えてきてますよね、うん、で以前ですけれども全国の自治体の半数が消滅してしまうなんていうですねこんな統計もあった中でもう本当に地域地方ではもうその集落などで ちょっっっとと生活維持できないいレベルににもう本当に人が減ててしままるというところでありますよね、うん、交通インフラも維持できないしそのお店も含めたですね民間のサービスもそこではもうちょっとペイしなくなってしまっているということを考えると本当にどこに集中して住むかみたいなそういう集中と選択を国土全体でバランスを取りながらやんなきゃいけない時期にちょっと近づきつつあるっていう感じはありますね。 いずれにしてもこんな状況なんです、ね、これを踏まえてですね、厚生労働省の国立社会保障人口問題研究所というところが、4月下旬に2070年までの日本の将来推計人口を発表したんです。この将来推計人口というのはですね、将来日本人の人口がこうなりますよという。うん こういうシナリオ推計をですねまあ出しているというこれショッキングでしたこれでは相当話題になりました、ね、そうですね、うん、まずここにあるようにですね2070年には減少して3割減になってですね今よりも8700万人になる、うん、え現在がですね1億2615万人そこから3割減っちゃいますよこういうようなですね、数乗と勘と出しましたでその時外国人が1割を占めるんだという そういうようなですね、800万人以上が外国人であるという、そんな推計ですね。うん、で、出生数も2070年には50万人にまで減少する、だから70万人台前半からもう50万人になっちゃいますよということを言っています。うん、で、さらに総人口が1億人を割るのは2056年ですね。ですからもう本当に33年後ですね、には割っちゃいますよとこう推計しています。でさらにに経済活動の担い手になる 15歳から64歳の生産年齢人口が現在、2020年の7509万人が2070年には4535万人になって、うん、50年間で働き手が3000万人失われるとう、ね、こういう推計をしているというとこです、ね、まあ人口が減っていっても高齢化率が高くなって高齢者の割合というのは大きくなっていくわけですからね。そう,ですねそうなると現役世代が、はい どどんどんいいいななくなっていくっっててう話で,ううですねまあそれを別の角度から見ると、はい、だから今後、うん、だから我々ってちょうどロスジェネの1年目ぐらいの世代なんですけれども、えー、やっぱりすごい就職とか働き口がなくて困った世代じゃないですか。はい むしろ本当に今はあの働き手が足りない世代になっていくから、ね、まあ仕事さえ選べなければ、うん、もう職に困ることはあんまりない時代になっていくっていうその一方であとで触れますけれどもおそらく社会保障費は相当負担しなきゃいけない,い支えなきゃいけない人も増えていくので,そう,で、ね、そういう問題は抱えてしまうということになりそうですよね。 人口問題研究所が発表したデータの予測、はい、どこまで正しいと思います、ね、僕はです、ね、あの本当にそうあってほしくないんですけれども、甘いと思ってるんです<い>将来推計人口は。なるほどもっと減っちゃう可能性があると見ていますこの国立社会保障人口問題研究所のこの将来推計人口はですね。 そうだから2070年に8700万,万人いやいや、はい、2070年はもっと低いんじゃないかと <laughs> そういうふうに僕は見てます8000万人届かないんじゃないかなというのもですねこの推計は合計特殊出生率が2065年の段階で1.35を維持するっていう前提なんです今より高いじゃないですか今より高いです今1.26ですよねそうですよね、はい なるってこれどうやって上げるんだってこういうこといや異次元の少子化対策が、ね、効果を上げてそこまで高くなるのかない、うん、ということですよね、<laughs> でもこれ、今の数字を前提にしてなくて、うん、持ってるわけですよね、うん、1.35に0.9ポイント上がりますよと、持ってるので、うん、0.09ポイント上がりますよって持ってるので、うんでね、ちょっとそれはないんじゃないかというふうに思います。うん、でさらに、ですねこの将来推計人口では、70万人出生数が、これ、割り込むのを2043年っていうふうに言ってるんです。うん 2043年。7、はい、0万年を割り込む。はい、でも。 今年の今出てきているデータだと、どうやら今年はもう75割りそうだっていうことなわけですよね。はい、73万人ぐらいとか言われてる人もいるんですねえ。じゃあもうこれ間違いなく2020年代に、そのペースでいくと割りますよ、ねうん。割りますよねえ。20年差があるじゃないですか。そうなんです。これもちょっと使い物ないデータじゃないですか、こいついて。相当だから希望的観測を入れてるなっていう感じが。うん、まあなんかこれでやれっていうふうにね、なんか政府、政権からなんか言ったら言われたのかどうかわからないですけどす、ね。これだからあんまり本当に 本当にかなり甘いシュミュレーションをやるリアルなシュミュレーションを出しちゃうとちょっと待てよって政,権に政府に批判が殺到しちゃうので3種類ぐらい3小畜梅、はい、みたいな感じで厳しめのやつとどういうかっていうね、はい、なんかそういうので、ね、結構経産省なんかよくやるんだからそ、はい、ういうふうに、ね、なんか甘い見積もりと厳しめの見積もりで、ね、3つぐらい出せばいいのにと思いますけど、ね <laughs> ですよね、リアルな見積もり出してほしかったんですでさらにです、ね、この推計では日本に住む外国人の数が 2020年の275万人から2070年には939万人に増加して、はい、8700万人の1割以上を外国人が支えるっていう、うん、こういう推計なんですこれはすごくこれもあの大きくニュースでは話題、ね。そうですね。じゃあ本当にそれだけ増えるのか。 っていうことです。で、この数字はですね。日本への外国人のその入国者数が結構今高い水準で推移してるんです。けれども、うん、これがそのまま続くっていう前提なんですね。うん、ところが今このままでいくとですね。日本の賃金、水準って世界的に見るとどんどん相対的に低くなっています。うん、もう韓国の背中かなり遠くなっていますし、すね、どんどん追い抜かれているんですよね。で、タイとかベトナムなどでもすでにですね。日本は賃金水準が低いので。 やっぱり韓国で働こうとかいやもうずっと遠くのアメリカで働こうとかっていうことでジャパンパッシングが今実は起きていて、うん、もう本当に日本で働くということがかなりプライオリティとしては低くなってしまっているということを考えると800万人どころか939万人来るのかっていう。 そういうふうういふにどどしても思ってしまうんですねねなるほど、ね、だからかなり今の少子化対策がうまくいきましたよ、はい、そして執行献特殊出生率回復しましたというしましたよという前提の甘い見積もりで、えーまあ、減り幅がゆっくりっていうような推計にしているということとと,ともに、えー、でそしてまた人口という点でいうと外国人が入ってきてっていうところ、はい、その外国人が入ってきてっていう見積もりも いやそんなにもう日本って選ばれなくなっているんじゃないからこんなに900万人まで増えるんじゃないかその二つの甘い見積もりによってこの8700万人という甘い数字が出てるんじゃないかという、はい、そういうことですね8700万人だってまあショックはショックですけど、うん、いやそれどこじゃないでしょうっていう8700万人というとドイツとかフランスよりも少し多いぐらいの水準ですかねそこまでは逆に言うと維持できますよというようなですね、そういう数字ではあるんですよね、うん、僕はこのままいくと本当に2070年には 7,000万人間違いなくなってしまうだろうし6,000万人台の本当に前半になりかねないぐらいのですねやっぱり状況なのかなというふうに危機感を持ってますね。